マイケル・オーウェン・ジョンソンは、イングランド・ノッティンガム出身の、元ジャマイカ代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。ノッツカウンテ FC のユース育ちであり、1991から92シーズンに18歳で、トップチームデビューした。1996から97シーズンより、バーミンガムシテ FC に移籍すると、2001から02、 シーズンにプレミアリーグ昇格を経験した。2002年12月26日のエバートン FC 戦でプレミアリーグデビューを果たすが、同リーグでは6試合の出場に止まった。2007年9月から同年内はダービーカウンティ FC からシェフィールドウェンズで FC に期限付き移籍。翌年2月からノッツにローンで復帰すると同5月に完全移籍した。 2008から09シーズンをもって、ノッツとの契約を満了し、翌シーズンから同クラブのユース部門で監督を務めることとなった。2009年10月には、解任されたイアン・マクパーランドの後任として、デーブ・キーバンと共に、暫定的にトップチームを率いることが決定した。2015年7月31日、カーディフシティ FCU-21 チームの監督に招聘された。 ありがとうございます。